7つ星院九州は九州旅客鉄道が運行する周遊型臨時信頼列車である。7つ星院九州のエンブレム九州各地をめぐり自然、食、温泉、歴史等を楽しむことを目的とした観光信頼列車である。2013年10月15日に運行を開始した。列車名は九州の7つの県と九州の主な7つの観光素材。 さらに7両編成の客車を表現したものである。JR 九州では本車両を大人の空間と位置づけているため、ツアー参加者は中学生以上に限定されている。車内の共用スペースでのドレスコードはスマートカジュアルと定められ、ジーンズやサンダルは禁止である。車内は全面禁煙で寝台個室にテレビは設置されていない。 運行開始して4年以上が経過するが今なお人気は高く2017年春時点で申し込み倍率は約22倍、最多リピーターは5回。2014年にブルネル賞を2016年に第1回日本サービス対象内閣総理大臣賞を受賞。この計画は以前から JR 九州のデザイン顧問である水戸岡英二が構想を練っていたもので、 列車名などの公式発表以前は、仮称として、クルーズトレインなどと呼ばれていた。3泊4日コースと1泊2日コースをそれぞれ週に1回ずつ運行し、半年ごとにコースが変更される。1人当たりの価格は1泊2日で15万円40万円、3泊4日で38万円95万円で、関東、関西など国内観光客やアジアの富裕層の利用を、 見込んでいる。これらは旅行商品として販売されるため、本列車は団体専用列車の扱いとなる。発売窓口は JR 九州のクルーズトレイン専用窓口と主要旅行会社、博多駅3階の JR 博多シティ改札郊外に設けられる専用ラウンジ、近世でも旅行相談及び対面販売も行われる。申し込む際には参加者全員の氏名を登録する。 必要があり、名義を変更する場合には、手数料として1万円が必要である。転売防止のため、2名とも変更することはできない。なお、機関車や客車の検査により長期運休となる場合がある。過去の緊急ルート変更熊本地震による、緊急ルート変更1泊2日コースの1日目、3泊4日コースの1日目及び2日目は、変更はない。 本校では変更後のコースのみ示す。平成29年7月九州北部豪雨による緊急ルート変更1泊2日コースの1日目及び3泊4日ルートの2日目に変更はない。本校では変更後のコースのみ示す。久し台本線、宝比本線の普通に伴い平成30年春を目安に予定していた新ルートの一部である文字港、宇佐経由及び 被殺船の昼間走行を約半年早めて迂回ルートとして設定した。平成29年台風18号による緊急ルート変更が開発した電気式ディーゼル機関車 d f 2 0 0系エコ、パワーレッドベアを設計の基本として7つン吸収仕様に外観などを設計変更した。形式表記は DF200 の7000が使用され、 連結器は77系客車と同様に密着自動連結器を採用しているが、並形自動連結器と連結する際には連結器の動きを上下左右から左右のみの動きに切り替えるための切り替えレバーが装備されている。なお、改装やプッシュプル運転時の際には黒色塗装に塗り替えられた手重型が DF200 型を含む編成ごと牽引する。また、 DF200 型は予備車がないため、機関車故障の際は、ダイソーとして手重計2両による重連運転が行われたことがある。専用の77軽客車が使用される。寝台車5両とダイニングカー、ラウンジカーで構成された7両1編成で、製造は JR 九州小倉総合車両センターが1の3号車を、日立製作所、 カサト事業所が4から7号車をそれぞれ担当した。小倉総合車両センター担当者の車対抗体は、日立製作所で製造された。寝台個室は、スイート12室、デラックススイート2室の、計14室で、定員は28名である。客車の形式には、旧一等寝台車を示す。稲の記号が1955年に廃止されて、以来58年ぶりに使用されている。 車両形式番号は国鉄70系客車を踏襲したものとしたが、車番の重複を避けるために全車が7000番台の車号が与えられている。車両製造費は7両編成で約30億円である。内外装のデザインは三戸岡英二が担当している。展望車の窓については曲面ガラスを採用せず、窓枠付きの一枚窓となっている。これは窓枠を額縁に見立て、 車内から見る窓の外の風景が額縁の中の一枚の絵となることを意図したもので30億円の額縁と呼ばれている。2011年に水戸岡が描いた初期のイメージ図ではパノラマ窓風の面ガラスであり近未来風の車両デザインだったが JR 九州社長の唐ライケネジは近未来風のモダンはやめましょうと初期デザインを没にしその後未透は 豪華さとは何だろうかと悩んだ末に古くて懐かしい懐かしくて新しいという答えを出して今のデザインが完成した列車内の重機で既製品はルイスポール線のランプのみである客車が7両編成となったのは山間部の制約が大きく機関車を入れて8両約160メートルが限界という車内での検討の結果による関係者への取材によれば 社長からは、もう一両増やせないかという話があったものの結局、断念したという。車体は817軽電車のものを基調としたアルミニウム合金のダブルスキン構造を採用しており、全長は 2500mm、車体幅は 2936mm、全高は客室内の天井の高さを最大限確保するため、車両限界に近い 4080mm とした。 空調装置は三菱電機が開発したもので1.2号車は au700K を1両に2機3から7号車は a u 7 0 1 k を1両あたり5機搭載しており空調カバーと屋根のカーブを極力合わせているサービス電源として1.2号車消火に発電用エンジン SA6D140HE-2 を1機ずつ搭載し 交流発電機 DM700K を駆動して参照、交流 440V、60Hz を出力する。給電区分は1号車のエンジンで1から4号車、2号車のエンジンで5から7号車が基本とされており、各車に装備された、化粧系ジャンパ連結機で、各車両に引き通されている。車内状況に応じて、 静粛性が必要な際には一機のエンジンで編成全体に給電させることも可能としている。制御回路は別の k 7 0系ジャンパ連結機で連結され各車両に引き通されている。ブレーキは電気指令式空気ブレーキを採用しており、1号車と7号車にブレーキ読み替え機を搭載して、機関車から客車へのブレーキ指令を送る。ブレーキ管の圧力変化を電気信号に読み替えてから、 電気回路で各社にブレーキ指令を送りブレーキを作動させる。また、電気指令式空気ブレーキが使用できない場合には、各社にバックアップで搭載された CL 型自動空気ブレーキに切り替えて、運転を継続できるようになっている。台車は787系電車の TR400 をベースにしたボルスタレス台車の TR407 系であり、軸箱指示装置は、 円筒積層ゴム式で軸バネのコイルバネ内に装備されている。軸箱の上には軸ダンパが装備されており、アンチ用ダンパのほかさらに1号車と7号車には空気圧式のフルアクティブダンパを搭載しており、それを作動させる他に空気バネや空気ブレーキに使用される圧縮空気を 4.6号車に搭載した MHz 3095KSC 1500K 電動空気圧縮機により供給するが、機関車からも元空気ダめ管を連結して、客車で必要な圧縮空気の供給を行う。車両管の連結には密着連結機及び密着自動連結機を採用することで、連結面管の有管をなくし、前後衝動を緩和している。また、連結時には、 機関車との間で、計1 5 8系ジャンパ連結機を連結して、機関車側で客車のブレーキ不寛解、火災表示、エンジン故障表示、非常警報表示などの客車の情報を表示して、監視できるシステムになっている。寝台個室は、全室シャワートイレ付き。ただし、水タンクの容量が2日分しかないため、3泊4日コースの 場合は二日目の夜に車両を一度鹿児島車両センターに改装して水及び燃料を補給する。洗面台の洗面鉢は2013年6月15日に死去した14代目酒、井田掛江門の遺作である。七つ星専用バスイスズマアーラキロリットル LV781R2 西九 98MC ネオロイ RC。 愛日ニ本線早戸駅上機のように校庭の一部には列車から下車してバスで移動する区間があり、その区間の移動には JR 九州バス、鹿児島支店が保有する列車乗客専用のバス車両が使用される。この車両は既存の貸切車両、車両番号64210980を改造しており、列車と同じく水戸岡がデザインを手掛けている。列車と同じ塗装で、 車内天井、床、肘掛け、荷棚には木材を使用し、座席数は32席として、シートピッチを拡大するほか、最後部にトイレ、洗面所を設置している。また、バスは、鉄道車両の異常等のバックアップとして、バス工程以外でも随行しているという、JR 九州77軽客車に関するカテゴリー。ありがとうございます。